さ、貴金属屋さんって儲かってるのかって思うときない？あ、そこじゃないの？何が？え、あ、知らない？ツアー、無料ツアーっていうのがあって、はあ、で、元をどこで取るかって言ったら、そういったなんか貴金属屋とか、そういったところに連れてかれるらしい。買っちゃうんだ、日本の人は。そう。まあ多分自分のところで買うよりも安いし、わかんないけどね。あれだよね、多分日本だったら絶対間違いないって謎の安心感あるからじゃない？あ、まあ不自由しないけど。ね。うん。だって海外ってなんか偽物捕まされそうじゃん。日本ってよっぽど変な場所で買わない限り本物じゃん。そうか、そうなるとここの商店街のああいう貴金属屋さん成り立ってんだな。じゃあ確かに今いっぱい観光客いたもんな、飲食店の中に。なるほどね。あ、ここができる、ここでいいのか。パンちゃん、パンちゃん、実際の標識や交通規則に従って運転してください。およそ900メートル花鳥居の右方向です。ここ街灯つかねえのこれ。もうつけようよね。余計にさ、なんかお化け商店街みたいになっちゃった。なんだこれ。右回るらしい。黒すぎる。ああ、これか。これを右回れば。普通の道通ってるはずなのに暗すぎる。ねえ。なんてぐらい暗すぎる。フラーン。ほら、失礼する。へえ。あ、90まで行ったからいいか。違うやつ。ほら。暗いよ。これまで街灯全体的になくね。ないね、ここ。なんでそんなに消してるか。そう。なんか意図があるんじゃん。世界が作るステージ。止まる。
九州に行く、あなたが優先だよと。よいしょ、ビスト。読めたの出してた。あ、ブックオフだ、行こう。行きません。あ、ブックオフ行った。バーミヤンのせい。あ、しゃった。バーミヤン先に持ってたけど。何だっよし。